はい、ルーフケです。ペルソナ3ポータブルの実況プレイです。さてと、今日は、というか今日から本格的に、何回になるかわからないんですけど、だいぶ長いこと、もしかしたら4、5回ぐらいになるかもしれないっていうふうに考えてはいるんですが、今、タルトロスのエントランスですね、怒られて、なんだっけ、キリジョーさんに怒られて、来ましたと。4月30日。まあ、怒られてから来たっていうか、まあ、怒られてから来るという予定でした。というのが正しいかな。さてと、よしよし。まあ、こっからが本番かな。じゃあ、まずお話でも聞くか。私はここに残ってサポートを行う。私にできることは何かあるか。探索状態を聞くとか、特に何もないかな。ベルベットルームで合体とかできるんですけど、前回の探索から全く何もしてない状態なので、特に合体とかは関係ないかな。じゃあお話でも聞くか。ほら行くぞって言ってるよ。なんでもないっす。早く行こうよ。よしよし。まあ、まだ焦るな、焦るな。ステータスを見ておこうか。そうだそうだ。ペルソナデータ見ようか。はあ、そっかそっか、全然レベル上がってないんだな。でも、竹場はディア使えるんですね。そうかそうか。イオリが問題ですね。物理属性しか今使えない。アギーを使えるようになるには、レベル5まで上げなきゃいけないんですね、ペルソナの。アギーは、炎属性の魔法ですけど、戦術の幅が広がるまでは、もしかするとイオリ大変かもしれないけど、スラッシュの威力はどのくらいかにもよりますね。力は5ありますけど。あー、オルフェイスが2か。イオも2だから、もしかすると物理属性強いかもしれないな。ユミコは、ちょっと待った。ユミコのペルソナ。ピクシーとかアプサラスとかここにもいるんですね。あ、まあ、付け替えちゃった。能力見とこうか。小作品、四角ボタンね。はいはい。アプサラスもいるんですよね。ピクシーは使わないかな。多分ですけど。なるほどね。戦術はある程度幅があるというふうに言えるかもしれないですね。アギと、ウフ使いますけどね。じゃあ、これでいこうか。これでいこうかっつうか、まあ何もいじっちゃいないんだが。いきますよ。準備はいいか。大丈夫。そうだ、タラタロスについてもう一つ分かっていることがあるんだ。実は、何層かのこと、道が塞がっていて、それ以上先へ進まなくなっている。どうもタラタロスはそういったところ、そういった形で、全体が複数のエリアに分かれているようだ。なるほどね。中の構造が日によって変わると言ったが、この点だけは変化しないらしい。まずはその場所までたどり着くのを目標にしようと思う。ただし、無理はしないでくれ。入り口から入り直せば、今まで到達した最上階から再開することもできる。なるほどね。それと念のためにこれも出しておく。メディカルパウダー2個。スナフソウル1個。トラエストジェム2個。トラフーリジェム2個。カデンツァ3個。カデンツァ?使ってくれって言われたけど。そうか。先の階層を探ってみる。少し待って。わずかだが、上の階に強い反応がある。まだ離れているようだが、気をつけて進んでくれ。よしよし。とりあえず、どうしようかな。まあ、霧のいいところまで探索できればいいな、かなっていうふうに思うんですけど。こういうふうに、あっと行けるか。正面か。まあ、いいか、やるか。本当は先手を取れるようにですね。うまいこと。敵3体、油断するな。油断はしませんよ。じゃあスキップ使っていくか。あと2体もういっちょ敵とだ。さらに敵を撃破。残りは1体だ。お、すげえ。オルフェンス
特に問題なかったな。どれやりたいかっていうと真ん中やりたいですね。真ん中お金です。ペンタクルスですね。よしよし。小アルカナカードランク1コイン。あ、そっか、このゲームってコインなんだっけ。740円か。確かな手堅い感じかって言ってるけど。HP と SP 最大値。はいはい。レベル4までのペルソナを生み出せ。これなんか作れるかもしれないけど。今回の探索では、てかまあこの動画でやってもいいかな。どこまで収録するかわからないですけど、新しいでいくか。先生のチャンスだ。敵にいたい。まあいいか。とりあえず穴のやつだな。こいつまだわからないのか。了解。分析してみる。少し時間がかかるぞ。よしよし。作戦見てみようか。判断任せたんですね。どうしようか。竹馬の判断変えます。判断じゃない。命令変えますね。指令を変えて、体力を最優先にしようか。よしよし。イオリは、とりあえず判断任せたりしておこうか。で、アタック。で、こいつアナライズ中だからこいつやります。硬い。当たんないぞ。来た来た。氷結か、弱点。っていうことはだ、ペルソナチェンジ。これ、付け替えます。これは、アタックターンになった時に一回だけ変えることができます。で、敵はあと2体。油断するな。変えたからすぐ行動できるんですね。親切です。よし、いい攻撃だ。これが重要なんですね。これが非常に重要です。ただ、SP の、ですね、なんか上限があるからね。SP なぁ、どうしようか。できるだけ金を選んでいきたい。本当はね、剣が欲しいんですけど、どうやら、あ、お金だ、やった。なんだっけ、エントランスに戻った時に自動的に回復じゃないみたいなんですよね。で、それは、確か、エピソード言わせる風と後で自動的に回復だったんですけど、今回そうじゃないみたいなんで、お金で回復しなきゃいけないみたいなんですね。なんか、縁が必要みたいなんですよね。正面にいるな。あ、敵の方が先手か。うわ、敵中だ。強いぞ。敵数に、なんとか立て直せ。まず穴のやつだな。了解、分析してみる。少し時間がかかる。さてと、まずこいつ。おっと、当たねえぞ。おい、どっちやってんだ。あと1体だ。おい、アナライズ。アナライズ。あ、倒しちゃった。いや、危険な攻撃を繰り出してくるかもしれないのにな。カップがありますね。カップを当てるぞ。HP 回復ですね。そうそう、選ぶカードによっていろんな効果があるんですよね。おー、いいですね。うん、ほんとに。ちょっとまだ動かし方慣れてないですね。それはしょうがないかな。とりあえずは。こんな風にカクカクな感じでやっていくっていうのが、地図見ても迷うかな。敵がいるけど。あ、ちょっとエネミーアドバンテージになっちゃうんだけど、なんで。うわっと。敵中だ。敵数に、なんとか立て直せ。うわ、まずいまずい。大丈夫か。気絶してるぞ。助けて助けて。これ、ユミコを倒せるとゲームオーバーだ。あと1体だ。よしよし。よーし、なんとかなるか。油断するなよ。こいつ弱点は。了解、分析してみる。ちょっとこう防御してきますね。かかる。なるべく離れてしたいんだが、倒しちゃった。倒しちゃった。まっ、こん
なもんよ。いやー危なかったね。いやー、ユミコを倒せるとゲームオーバーです。どうしようか。スキル節約したい気持ちもありますけど、まだいっぱいありますね。使っちゃおうか。購入しとこう。あ、回復アイテム傷薬いっぱい持ってきたんですよね。手を取れれば。先生のチャンスだ。敵に痛い。こいつは炎が効くはずだから、今なんだっけ、アプサラスか。オールフェイスに変えて畳みかけてしまおう。あと1体だ。いや、マニアックスといっても今のところ余裕ですね。それはまあ初めだからそうなんだろうけど、もっとやばいかと思ってましたね、マニアックスは。はいはい、剣が右になりますね。ソードがこれが欲しい。よしよし、ブッドスティック。自分の中の何かが弾けた。あ、オールフェイスはレベル上がったんか。何かを差し出した。オルフェウスは何かを差し出した。オルフェウスからスキルカードアギが、なんだこれ。スキルカードはあなたのペルソナに使えるアイテムです。カードに封じられたスキルをペルソナが覚えます。スキルカードは使用するとなくなりますが、覚えたスキルは合体で継承させることができます。そうなんだ。これは、エピソード言わせるではなかった要素だと思うんだけども、これ受胎アイテムみたいなものなのかな。全員レベルアップしたってことか。ちょっと待ってね。どうしようか。とりあえず HP 少し回復しとこう。で、なんかアイテム手に入れましたね。今カチャって何の音。なんか手に入ったな。ちょっと待って。使用アイテムしか見られないか。装備品。これか、ウッドスティックって。あ、攻撃力上がりますね。木製のホッケースティック。あ、そうなんだ。若干あるからこっちにしてるか。なんで武器選びたいかっていうと、敵から手に入る、お金、カードで手に入る金よりも、どうしようか。敵3体、油断するな。アナライズをしたいの。全部やってないんか。でもこれ明らかに火炎に弱そうですね。こいつのアナライズをして、あ、こいつ分かってんか。弱点が複数あるよ。火炎に耐性があると。そっか、じゃあ了解、分析してみる。少し時間がかかるぞ。じゃあ真ん中のやつ、こいつ火炎耐性があるんだね。だから、なんか俺喋りかけたっけ。まあいいや。真ん中のやつ倒しちゃうぞ。敵残数3体、まだ余力がある。よし、いい攻撃だ。すげえ。じゃあ、この辺に移り攻撃を。あーっと、ウィークポイント。物理属性に、弱いのか。弱点が複数あるよ。あ、こいつ炎にも弱いんだ。なるほど。今、ブフ使ってきたな。あと1体だ。いやー、これ倒されるだろう。危ない危ない。なるべく早押し倒してくれ。SP 消耗してるしな。漏らすだぜ。よしよし。アイテム使ってみるか。アイテム使って傷薬持ってきたからね。いい具合に回復できるじゃないか。ここ何階だっけ。2階か。まだ2階なんだな。そっか、結構消耗してはいますね。どうしようかな。まだ収録時間15分ってことで、やりたいけどな。先生のチャンスだ。
こっち5分だ。よしよし。まあ焦らずやるか。あと1体。よしやっべえ。アクセル。まああんまり使いすぎると良くないんですよね。これは。よしよし。ワントのカードが成長を促す。獲得経験値が増加。今の戦いは確かな手応えを感じた。レベル5までのペルソナを生み出せるようになった。じゃあユミコレベル上がったんで、ここで戻っちゃうか。ここも、これ、あっと敵がいるのか。さっきまでいなかったぞ。こいつら始末して。敵3体、油断するな。こいつは確か、全然おぼられないって言うの。ブフね。よしよし。じゃあブフでこいつを攻撃して。あと2体だ。もう一丁あと1体だ。おらすだぜ。ユミコの消耗が激しいんで、こいつ倒したらいい。一旦エントランスに戻れます。まあ、焦らずやっていきましょうや。じゃあ、カップがいいかな。ワンドがいいかな。ワンドにします。よし、じゃあ戻ろう。まだ2階なんですけどね。で、これ、パーティーメンバー回復ができるんですけど、お金どのくらいかかる ?709 円か。大したことなくてよかったな。よかったよかった。よしよし。じゃあこれ本格的に探索できそうですね。で、まだ動画切るには早くて、ちょっとやりたいんですよね。ちょっとこのために戻ってきたんですけど、ユミコのレベルが上がったので、ちょっと合体させたいですね。オルフェイ違うか。アクサラスとピクシーで猫股を作れる。ディアと、ブフ継承させたいなぁ。ちょっとやり直してみますね。無理かな?なんとか、無理かな?なんとか、そこをなんとか。これオールフェイスと被るんだよね。オールフェイス使っちゃおうか。エンジェル。あ、ガル、パトラーとか使いますね。これ、二つの属性使えるんだったら。突撃とかいらないんだけど。ちょっと森っぽいか。なんとかブフを継承させたいんだか。しょうがないな。しょうがないから。無理ですね。いや、どうやらね、これ何度もやり直すと、変わるはずなんですよね。継承させる、スキルが。だけど変わらないんで、これ継承できないってことかな?アプサラス、オルフェイスか。どうしようかな。何がいいかっていうと、やっぱり、猫股作っちゃおうか。ピクシーとアプサラスはすぐ手に入るので、猫股作ってしまいましょうかね。あ、そうだそうだ。イオリのおかげで、経験値もらえるんですね。いやー、ちょっと時間かけてやったんだけどな。まあ、多分カットしてると思いますけど。あ、これ初合体か。猫股か。猫股。パトラってなんだっけ?確か状態異常回復できるんだっけかな?なるほどね。猫股手に入れました。ちなみに、猫股とオルフェイスだと、重い金か。重い金もいいかもしれないですね。はいはい。
とりあえず猫またり我慢しましょう、今回は。よしよし。まあ初回の探索にしては上出来かもしれん。なんて思ってますけど、どうだろう。はい。というわけで、次回も引き続き、タルトラスの探索やってまいります。ご視聴ありがとうございました。